なるほど。こんなにぎやかな日にはもちろん僕を入れてもらわないと。私は何でも構わない。できることがあれば手伝おう。じゃあ飲み物は俺が用意しよう。欲しいものがあったら遠慮なく言ってくれ。僕は完璧に計算された飾り付けでもてなそう。待って、そもそも会場は抑えたのか？費用は誰が負担する？僕が払うよ。カンパニーのつてならいくらでもあるからね。なんだか面白いことになりそうね。開拓者の驚く顔をしっかり記憶することにしましょう。皆さんこんにちは、読み役の沢城みゆきです。崩壊スターレイルが4月26日に1周年を迎えることになりました。本当にご並走どうもありがとうございます。ありがたいです。私が演じさせていただいております読みはですね、ピノコニーで登場した巡回レンジャーを名乗る、大変に寡黙な女性でございます。彼女の秘密をもっと知りたいという、開拓者の方はですね、ぜひぜひバージョン 2.1 をプレイして彼女のことを知っていただけたらと思っています。とってもかっこよく見える感じの人なんですけど、実はですね、可愛い一面なんかもあったりしまして、ぜひどんなところか見つけていただけたらいいなと思っております。今後とも崩壊スターレイルと読みのことぜひよろしくお願いいたします。以上、読み役の沢城みゆきでした。皆さんこんにちは、ブラックスワン役の野畑芽瞳です。ちょっと早いですが、崩壊スターレイル1周年おめでとうございます。この1年を振り返ってみて、皆さんいかがでしたでしょうか？私が演じるブラックスワン、皆さん手に入れてくれましたか？私は手に入れましたよ。はい。ブラックスワンはですね、一度覚えたことは絶対に忘れないらしいので、彼女が一緒にいればきっと皆さんの楽しい旅の思い出を全部記憶してくれることでしょう。来年も再来年もどんどん楽しい経験とかそういうものを集めていって、素敵な思い出の花を咲かせてくださいね。今後とも崩壊スターレイルをよろしくお願いいたします。以上、ブラックスワン役の野畑芽瞳でした。皆さんこんにちは、ギャラガー役の三上聡です。崩壊スターレイル、もうすぐ1周年を迎えるんですね。おめでとうございます。ギャラガーも実装されましたし、なんとおめでたいことが2つも。ああ、嬉しいですね。スターレイルはキャラクターの技がすごく作り込まれていて、ギャラガーのネクタイを緩めるところとか、その後の必殺技とか、すごく迫力があって強く印象に残っています。そんなかっこいいギャラガーですが、困った時には頼りになる男ですので、皆さんどうかご心配なく。今後ともどうぞスターレイルとギャラガーのことをよろしくお願いいたします。以上、ギャラガー役の三上聡でした。皆さんこんにちは、ドクターレイシオ役の竹内俊介です。ちょっと早いですが、崩壊スターレイル1周年おめでとうございます。いやー、僕もですね、記念パーティーとかなんかそういうのに参加してワイワイしたいななんていうふうに思っておりますが、まあ僕が演じている、レイシオ君はですね、まあ非常に癖のある学者で、まああんまりパーティーとかね、そういう社交的なところに参加しそうなイメージはないんですけども、まあ実際のところね、どうなんでしょうかっていうところがちょっとね、本編の方で描かれるのか描かれないかのかみたいなところはね、ぜひ楽しみにしていただければと思うんですけれども、まあきっとね、どうせやるんだったら、まあ完璧なね、計算され尽くしたパーティーを、やりそうなもんなんですけれどもね、果たしてどんな感じになるんでしょうか。まあ本当に面白いキャラクターで、まあ僕もですね、結構ね、イケメン
インテリキャラクターをやったつもりだったんですけどもね、なんかちょっとね、最近なんか思った感じと違う捉えられ方をねされてるような感じがしていてね、なんかあれ思ったのと違うぞなんていうふうに思ってるんですけども、まあまあそれでもですね、あのレイシオのことをですね、いろんな愛の形でね、サポートしていただいてですね、本当にあの皆様には感謝しております。ぜひぜひ引き続き、まあ、このレイシオくんと一緒にスターレイルを楽しんでください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、アベンチュリン役の川西健吾です。崩壊スターレイル、もうすぐ1周年になるんですね。おめでとうございます。僕が演じているアベンチュリンはスターピースカンパニーの高級幹部で、性格もやることも派手な貴公子です。こういうお祝い事とか、アベンチュリンなら絶対率先して参加してくれるでしょうね。そして何より彼がいれば資金面での心配は必要ありません。今後ともぜひこの目立ちたがり屋にご注目ください。よろしくお願いいたします。記憶は永遠に残る。